ミンスク。ミンスクは、ベラルーシ共和国の首都である。国の中央部に位置し、人口は約190万人で、人口減少が進むベラルーシで稀な人口増加都市でもある。独立国家共同体の本部が置かれている。ベレジナ側の支流シビスワチ側と、ニアミハ川の下半に広がる。市街は9つの地区に分かれている。 特にトラクターなど自動車工業が盛ん。ミンスクの名は、古東スラブ語で、川を意味する、面に由来するとする説や、商業都市としての歴史を反映し、交換取引を意味するが、語源とする説などがある。10世紀頃、ミンスクは、東、スラブ人の支配する、ポロツク公国の半島に含まれていた。1067年、ニアミハカワカ藩で、 ポロックとキエフ大公国の間で激しい戦闘があったことを記した資料で、ミンスクの名が初めて確認される。この年をミンスク県との年としている。1101年、ミンスク公国が生まれととなるが、キエフ大公国に併合され1146年に、再度独立、ダウガバ川一帯の支配を、ポロツク公国と争う、有数の公国に成長する。 1237年に始まるモンゴル帝国のルーシ、諸公国への侵略は免れた。1242年にリトアニア大公国に併合されるも、ミンスク公国の後位層は特権を享受できた。リトアニア大公国は1413年にポーランドリトアニア合同をなす。1441年、カジミエ州四世はミンスクを首都公認し、1499年には、 マクデブルク法の特権を与えられる。1569年にルブリン合同によってポーランドリトアニア共和国が生まれるとミンスクには多くの交換などが居住するポーランド人社会が形成された。16世紀には共和国でも経済、文化的に重要な都市へと成長した。正教会の重要な拠点であったがブレスト合同の結果、 東方天霊カトリック教会とカトリック教会の影響が増した。1654年、ポーランドの大動乱、大洪水時代に介入した、ロシアのツァーリー、アレクセイがミンスクを占領、支配するが、1667年に、ポーランド王国のヤン・ニーセイ・カジミエッシュが奪還する。1657年の、ロシア・ポーランド戦争末期には、死の人口は2000人にまで減少した。 大北方戦争中は、まず、スウェーデン王、カール12世の軍勢に占領され、ついで、ロシア皇帝、ピョートル1世の軍隊に占領される。ポーランド時代の末期は、ミンスクは、ポーランド人とユダヤ人が6000人ほど住んでいるだけの、小都市のまま発展が止まってしまう。1793年の第二回、ポーランド分割によって、ミンスクはロシアに併合される。ミンスク・グベールニア、 ミンスク県の中心都市になる。ポーランド語の地名はロシア風に置き換えられた。1812年にはフランス軍がミンスクを一時占領。19世紀は都市としてミンスクが整備された時代であった。大通りは舗装され、1836年には公立図書館も完成。19世紀後半にミンスクを経由するモスクワブレストアルシャワ間の鉄道が開通。さらに、 ウクライナ方面への鉄道も開通し、ミンスクは重要な鉄道の分岐点として急速に発展した。1897年の人口は9万1494人で、その半数近くがユダヤ人であった。第一次世界大戦では戦闘の最前線となり、ロシア陸軍の前線基地も置かれ、多くの損害を被った。ロシア革命ではミンスクでもソビエトが発足。 混乱する。ブレストリトフスク条約でドイツ帝国の軍勢が進駐ベラルーシ人民共和国が宣言された。直後に赤軍が進行、白、ロシアソビエト社会主義共和国が宣言される。1919年から1920年のポーランドソ連戦争時、ミンスクは一時ポーランドに支配される。その後、リガコーア条約によってソビエト連邦に帰属され、 白、ロシアソビエト社会主義共和国の首都とされた。第二次世界大戦前には人口30万人に成長。ドイツによるバルバロッサ作戦が開始されると、ミンスクは初日に激しい空爆を受け、多くの住民が東方に脱出。死はドイツ国防軍に占領される。大戦中、ミンスクを含む一帯がソビエトのパルチザンの拠点となった。そのことにより、 1974年、ミンスクは、ソビエト当局より、英雄都市の称号を与えられた。1944年、赤軍の反抗作戦、バグラチオン作戦がミンスクを中心に開始され、市外は、ほぼ完全に破壊された。人口は5万人まで減少する。市内に残っていた教会なども、その後ソビエト政府によって爆破された。第二次世界大戦後、町は、 周囲の村を組み込みながら急速に復興した。かつての建築を再建するのでなく、スターリン様式の都市計画が行われ、無機質な建築が建てられていった。1972年には人口が100万人に達し、1986年には150万人になった。1986年のウクライナのチェルノブイリ原子力発電所の事故ではウクライナより、 ベラルーシが被害を受け、地方の住民の多くがミンスクに移り住んだ。街ができた当初は、東、スラブ人、今のベラルーシ人につながるが居住していた。ポーランド・リトアニア共和国時代に、ポーランド人とユダヤ人が移住し、完全にポーランド化された。ロシア帝国時代になると、ロシア人がポーランド人にとって変わり、結果として、スラブ文化が復興する。 民族構成で最大勢力であったユダヤ人は二度の世界大戦で激減。ミンスクは地方、特にベラルーシ西部から上京したベラルーシ人主体の都市に変貌する。1989年には市の人口の82%がベラルーシ人となる。1980年代以降、ロシア人とウクライナ人の人口は減り続けている。これは それぞれの母国に移住したためである。今日、ミンスクに住むユダヤ人は約1万人、ポーランド人やタタール系の人々も少数残っている。1970年代以降、ザカフカジエからの移民の流入も起きている。グルジア人、アルメニア人、アゼリー人などで、彼らは主に路上での物品販売などに従事している。シリア、レバノン、アルジェリア、 エジプトなどから移民してきたアラブ人も増えている。ミンスク郊外にはロマも2000人ほどいる。気候はアカン体質準気候で7月の平均気温は17.4度、1月の平均気温はマイナス5.4度。バスやトラム、トロリーバスが中心である。1984年にミンスク地下鉄が開通し、2012年現在で2路線が運行しており、 総延長は 35.5km である。現在、延伸工事が行われており、また3番目の路線が計画されている。ミンスクは多様な国々の複数の姉妹都市と文化的交流を続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。